あれ一番人気、あ、そっか、名ロ論か。あ、そっか、そっか、名イさんね。でも、名イさんはしんどくね折り合いやろ。いや、能力はあるやろうけど、難しいと思うな。はい。3歳半、3歳ってちなみにこの人だけ、あ,あ、ソロユニット。これも地方部やからええか。はい、了解。いいです。はい、続きまして。 えーっと、次はねあ、新潟2歳か。新潟2歳、どないしょうかな。どないしょうもね。えーっとね、クラウンド、クラウンドマジックか。うんえー、前奏束2コンマ5位ヤーの流れ使ってってことで、デ、えーターー的に、この、こういう、まあ、こういう、まこれガイドするんですけど、まあ、一旦軸を。 アライバルと迷ったんですけども、オタルエバーにしておきましょうか。もう無難、無難にいとこか。いけるでしょ。はい。もう、もう、あ何も考えるとなく、新潟のマイル、かつ、ね。シンプルに3馬身ぐらいで話しなきゃいけんだけど、馬身か。しかも、えー、コリンですと、プルサティーラですね。まあ、両欠板にを倒してるんで、まあ、もうシンプルに行きましょう。はい。も、もう、いいですか。マークされるん アライバルがマークしてくるぐらいかまあでも姉妹33秒5で一応スローというのをまとめてるんで問題はないかと思われます人気が何番人気なのかですねあとは逃げられへん方はどうなるかですよねまあでも姉妹そこそこ使えると思うんでもういいと思いますリオンディサンクなんでちょっとあとは折り合い面とかがどうかなってとことですよねはい あとね、えっ、ー、と、土曜日はノンジューか。勝負レス候補なんですけど、えっ、ー、とね、まあノンジューの後は、また明日考えるか。県信仰、サンダーブリッジ、テアフルいろいろ考えててんな。小倉のメイン、プサンステークスか。えシ、ー、ンシティ、フリード、名所いわれラホアの奇跡とか。候補いい。候補いいか、どれしよってオ。オホーツクステークス、どうしよって。これは確か、コトブキティスしか回してるしだい。って考えとって、まぁ、勝負レス候補って、 とりあえず考えようと思って、ね、えっとね、今回も川田さんで、西村君が新潟ダート戦手を狙いたかったんですけど、ここら行くっていうまさかの裏切りやったんで、はい。新潟ス10レース、長岡ステークス、暫定ですけどね。しかもド曜ベし18頭立てで、はい。えー、川田さん行きましょう。はい。シャロードシャムロック。あ、ロードシャムロック紹介する前にちょ、ちょっと待ってください。川田さんって俺、そこしか調べてない。あー、クロンターフだけか。セリー、セリーフォース。あ。 そういうことこれこれ中落ちだかあそういうことあそうなるほどねあそういうことかあちょっと待ってえグルナティアガーズってさおったやん <laughs> これ中落ちだったあそういうことかやばいなこれやってもうたこれあれちょっと待ってなえまたいや俺2回目ヘマのせいと思って 最近になってあの連勝して勢い乗ってきたものなんですけど次三勝クラスですよねそこそこ強いんですよ2走前上がり最速33秒1叩き出して普通に前目で勝ったんで新潟に向きそうやなと思ってるんですけど前走1番人気で3勝クラス負けてこの時ね5着よもっと低かった7着ぐらいだったっけ これね、東京が確か NHK マイル開催される時やって、打ちが悪かったんですよね。でただこれ、ー田さん道中ね、ずっと試運転で打ち通ってたんですよ。赤棒なんですけどね。はい。で、一旦抜けたんですよね、これね。抜け出していいでって思ったんやけど、えー、完全に外出しちゃって、ー田さんね、グレーナティアガードの試運転やったんですよね。はい。で、一回試運転使わされて、みたいな感じで。7着ぐらいやったっけはい。 だったんですねこれで内側伸びないってことでグレナティアガード外回してよかったんですけどでこの時中内さんとカーさんコンビなんですけどあー一番人気でやらかしたなと思ってないんですけどああもう誰やんなグレナティアガードも中内さんのとこかそれは話合ってたなそういうことな同じ調教師で試運転が誰か今回こいつ出しといての出しといてのセリフォスかうわーこれ これはエグいなこれはエグい。そうか。セリフォスもいるいるか。<laughs> くっそ、オタレ、オタレバーで行こうのときはセリフォスか。ちょっと困ってきた。対抗ぐらいにしとこアライバルも対抗しとこか。マジかよ。それは思んないな。しかもダイアメジャー3加しな、ね、これ。ダイアメジャー3加この舞台、鬼強かったものかしいちょっと待ってな。それは聞いてなかった。そういうことが、まだ中内田さんの思惑、これ。 うち伸びますか、外伸のびのますかの試運転の日曜日、これ。許さんぞ、これ。許さんぞ、これ。俺、このままで足勝負しようと思ったけど、無理か、これ。試運転か。また一番人気はどこいつ ?3 倍ぐらい多分単純。多分3倍。ざっくっと見た感じ多分4倍ですかね。3倍台。3.5倍ぐらいついたいと思ったけど、前奏1番人気ですもんね。2番人気が前奏。ウィングレーテストだけなんで、あと全部どっこいどっこいなんで。まあ、人気出るとして、この、カリボールとか。 本当にショークラス買った栗のプレミアムとかぐらいかな。あとどっこいどっこいなんで、人気的に。うわぁ、まあ一番にもう一回飛ばす。いや、もう一回飛ばすことするいや、あさっての試運転、じゃ日曜日の試運転だったとしてもさ、勝ち切ろうや。勝ち切ってくれ。もうダイモトちチーくとかやめてくれ。それだけ、お願い。川さん頼む。頼む。ここは勝ってくるよ、二回目。よろしくお願いします。ロードコーナー3回か優勝やろ、お前。 はい。ということで、ちょっと母さんを裏切られないように期待しておきましょう。ということで、以上で終わります。また明日の本チャンネルお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。